はい、どうも、チューバーチャンネル TV、神庵です。今回も、無双オロチ3、ゲームプレイ、やっていきたいと思います。さあ、今回使用する人物は、島津義弘、曹操、服部半蔵、大場ちゃんが、松風でいきたいと思います。続きまして、サポートメンバーが、カコートン、ちょちょ、王位、宝徳でやっていきたいと思います。進軍開始。第4章、ゼウスとの対決、やっていきましょう。人間たちの強い覚悟が、ゼウスへの道を開いた。連合軍は妨害も跳ねのけ、敵視深くに進軍。ついに、ゼウスの夜地へとたどり着く。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディ。未だに解決していない謎はあまたある。だが、連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口から、この異界を作った真意を聞くために。ついに宗妃から得た情報が役立つ時が来たのだ。ゼウスを守る結界は、4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってことですよね。頑張らないと。ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。連合軍対ゼウス軍、勝利条件ゼウスの撃破、敗北条件趙雲、石田三成、いい名を取ら、いずれかの敗走でございます。結界を解除しなければ、ゼウスの真意を知ることはできない。すべての闘技場の主を倒せば、結界は破れるはずです。会いましょう。宗妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開きました。曹操の固有真実、氷で敵を固め砕いて攻撃でございます。闘技場に入るには将軍殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。さあ、各武将の配送に注意しながら進んでいきましょう。それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さて、ここまでたどり着けるか。さすがです。あなたならばと思っておりました。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって感じ、まだまだ余裕みたい。すみません、何か考えがあるのか。消去も油断しないでね。石田三成、闘技場前に到着でございます。開門せよ。闘技場開門。すごいです。本当に開きました。さあ、服部半蔵の固有真実、影分身によってアルテミスの弓を敵に一斉奏者でございます。カロンを撃破せよ、やっていきましょう。さあ、石田三成、神格化しております。父上、そろそろ教えてください、あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、闘技場の主じゃ。これでいいの。闘技場制覇。この調子で参りましょう。次は確か、美濃ではでしたか。あ、なんだ、多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を飾るなんて恥ずかしい。ですが、やるしかありませんよね。いい名を取らを闘技場まで護衛せよ。あの闘技場の鍵は光、そしてこの腕輪には
光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ超運を闘技場場で護衛せよ。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場で、さあ島津義弘の固有真実、大きなハンマーを敵に向けて攻撃でございます。お前の力を見せてみろ。ディモスを撃破せよ。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。バレス、気づきになっていたのか。なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神だ。人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするな。とんでもない。わしが出よう。人間と話すのはなかなか楽しいもの。そうだ、俺が負けるなんて。この闘技場は制しました。闘技場制覇。ナオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。奴らは順調に進んでいるようだ。ええ、我が君の情報をきちんと理解できたようです、ね、父がうまく察してくれた。わしが出よう。雪村殿のどんな逆境にもくじける心。いや、私ももっと見習わねば。私も超運殿の創術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。さすがです。あなたならばと思っておりました。さあこの調子で進んでいきましょう。さあモンスターが出現いたしました。前に進まん。さあこの先にモンスターがいるみたいでございます。操っている者が必ずいるはずです。その者を倒さぬ限り復活するのでしょう。超運殿を撃たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。やつらの攻撃をかいくぐってくるとは。怪物を操っているのはお前か。覚悟。レベルアップ。怪物たちが引いていく。超運動がうまくやってくれたようだ。モンスター撤退開始。お見事です。超運動、その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは木の本一の強者なり。槍を使うあの二人の若者、いい連携だ。わしの配下に欲しいがいい。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。
名は長州。お見事、ナポランの力を借りる者。闘技場、開門。なぜ闘技場を突破する術が分かった。ああ、いい。父上の元へは行かせぬぞ。さあ、アテナを撃破していきましょう。曹操の無双発動。私が破れるとは。アレス、あとは頼んだ。闘技場、制覇でございます。アテナまで破れた。だが、俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそも、ポセイドンの力を持つ奴、人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。すぐ来たの、あなただ。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要が。警戒をされてしまっては面倒だ。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあ、アレス、貴様に挑ませてもらう。闘技場、開門。裏切りと、愚かな。人間の存在だ。理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。さあ、アレスの元まで行きましょう。世界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ、宗妃。宗妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというざれ言を本気で信じるとは。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎませんよ。さあ、アレスを倒していきましょう。服部半蔵の武装発動でございます。さあ、服部半蔵の合体真術発動していきましょう。私も遅れは取りませんわよ。押されていますね。挽回できるでしょうか。やめとき、腕輪の力など与えるか。すべての闘技場制覇でございます。果たして本当にそうかな。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめる。さあ、人間たち、お前たちの力をわしに見せてくれ。主神ゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。全く動じていないな。私たちの寝返りは想定内ということか。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。神にそう言われて悪い気はしませんね。ちょっと我が君以外に興味はありませんけど。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、口
辱を晴らしてくれるわ。さあ、再びアテナとアレスが再出現いたしました。この世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力づくで任せてみせよ。その余裕、自信の表れか。全身全霊の筆挑まれば。押されていますね。挽回できるでしょうか。さあ、ゼウスのもとにやってまいりました。撃破していきましょう。曹操の合体真実発動でございます。ゼウスを撃破。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていたな。一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようと、この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主観が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。総妃仲間加入。私がたっぷり楽しませてあげますわ。新規仲間加入。よし、このまま勝ちの波に乗るぞ。オーディン、あのまがまがしい気配、ただものではない。ああ、命が惜しければとにかく急いで逃げろ。奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神、滅びの運命すらねじ曲げた男だ。ゼウスの力を奪ったアレスの手は勝ち目がない。わかりましたわ。今は生き延びることだけを考えましょう。第5章、アースガルズの神オーディンへ出撃できるようになりました。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神庵でした。バイバイ。